こんにちは。楽しく勉強ワンポイント私塾の哲です。今日はシリーズでお届けする徳川将軍から江戸時代を見るの第4回、文治政治の将軍と江戸時代です。第4代から第7代までのこの時期は印象として退屈そうですが、よく見るといろんなことがあってなかなか面白いです。一緒に楽しみながら勉強していきましょう。お付き合いください。 それでは徳川将軍から江戸時代を見る第4回「文治政治の将軍」と江戸時代を始めていきます今日のポイントですけれども、えー、武断政治3人の戸川家康秀忠家光の武断政治が亡くなって有力大名がいなくなりましたその後の将軍たちを一ってどのように統治したかについて見ていきたいと思います1番としてまず文治政治となぜそういうふうに呼ばれるかということをお伝えしますで2番目としてです、ね、この頃にあった大きな事件を取り上げます 明暦の大化と知ってる方も知っているとは思いますが、もう大、大火災がありました。え、その時の、え、状況で、江戸城の天守閣が焼けでも再建せず、民を優先した星田正幸というものを取り上げたいと思います。3番目として、5代目将軍綱吉、え、お犬様で知られますが、え、その人は実は有,有能でやり手だったということを話したいと思います。で、4番目は、なかなか、あの、続かなかった6代目将軍家信。 七代目将軍家継ぐについてお話をしたいと思います。そして最後にまとめとなります。それでは、文治政治とはということで始めていきたいと思います。では、まずこの系統図ですね。いつもの系統図ですけれども、まずこれを見てください。えー、こちらにあるように、いつもどとおりですね、この黄色の道ですね、この15人のバトンを継いだ道、これが 徳川260年、江戸時代260年の全てですので、しっかりこれをイメージで捉えられると、江戸時代というのが非常によく見えてきます。そういうふうに見ていただければというふうに思います。で今回取り上げるのは、こちらの4人ですね。家綱、綱吉、家信、家継、この4人になると思います。 このようにですね。ちょっとマイナー4人トリオと、あ、4人トリオじゃないですね。マイナーの4人ということで、まあ、ちょっと失礼かもしれませんが、えー、なかなかイメージない人たちでありますし、なかなかイメージつきにくい時代ではあるんですけど、あのいろんなエピソードありますのであの、ぜひそれ聞いてもらっても、今日それを聞いたらですね、あ、こんな時代だったというイメージが頭に入れば、えー、一番いいのかなと思いますので、聞いてください、えー。まずですね、この頃になると、えー、もう大きな戦争はなく、 文化や学問が大きく発展した頃とと言言えるという,ふうに言えますこの頃というのはもちろん戦争はないんですけれども他の時代もそう大きな戦争はないんですが特にこの頃やはり文化や学問ということがちょっとクローズアップされていた時代と言っていいのかもしれません武士というのが本当にどうしていいか分からなくなりそれがまただからというわけでもないのかもしれませんけれどもやはり平和という時になるとこういった学問や文化が花開くと。 でそれとですね、やはりこの4人ともだった、4人ともなんですが、えー、非常に学問を重視しました。も、あのー、すごく立派な将軍だったと言っていいと思います。あのー、いろんなことを、まあ、ちょっと曲がった部分もありますが、あのー、本当に学問をしっかり取りながら、えー、いろいろ進んでいったというふうに見ていいのではないかなというふうに思います。 でもう一つで付け加えてお話しとかなんかんのが、この経済的にもうまく運営されるというところだと思います、えー。経済的にもうまく運営され、文化が花開く元禄文化などが栄えますということですね。えー、元禄文化というのも、なんとなく栄えたのではなくてですね、あの裏打ちされた経済というものがしっかりあって、 やはり経済がないとなかなかです、ね、人々は余裕が生まれませんので余裕が生まれると文化も生まれるということですからあのいかに知性がうまくいっていたかということかなと言っていいと思いますただ将軍にとってはですねなかなか柔軟の時でした将軍は直系がことごとく続かず第6第7代は特筆し短命でした4代家綱 えー、こちらも子供は恵まれず次に綱吉に行きますとで綱吉もできず、えー、そして兄の息子である家宣に次、まあ、家宣から家継ぐはあの直系だったんですけど、まあ、家継ぐはもうすぐ亡くなるという状態でなかなか、えー、厳しい将軍家にとってはなかなかつ、えー、ぐのが大変だった時期だったということになりますでこれもですねこの時代の一つの特徴といっていいと思うんですが そば用人政治が行われます蕎麦容人政治といわれる側近政治が始まったのはこの第5代将軍綱吉、この頃の第5代将軍綱吉からで、この後も続きました。そば用人政治というと、まあ、端的に言えばですね、要するに側近がすごい力を持ったということですね。ただ、そう聞くと非常に悪いことに聞こえるんですが、あの側近が力を持たないとなると、結局誰が力を持っているかというと、老中です。 老中はかなりの力というか、まあ、老中が政治を行うんですけれどもただ老中というのは基本的にというよりも完全に血で家で選ばれるものですですのであの完全に相続していくものですからあの、まあ、もちろん立派な人はたくさんいましたけれどもあのどうしても保守的になったり。 えー、一つのの既得権者ですのです、まあ、そこに新しい血が新ししいいいいいがが考え方が入っっててきたと言っていいと言思いますあの蘇倍容人の制度いろいろ言われるし、まあ、いろんなことあるんでしょうけども結果から言うとなかなかここの蘇倍容人からですねいい人がたくさん出てきてますので、まあ、いつの間にか制度になったものではあるんですが、えー、なかなかいい形で、えー、進んだんではないかなというふうに見ても、えー、それも一つの見方というふうに思っています。 最後ですねこれも後でしっかり触れますが第7代将軍家綱の頃には、えー、将軍家だけじゃなくてですね、えー、非常に周りが不信死が続きました、まあ、結果としてこのように吉宗公がポコンとくるんですけれどもこのポコンとと簡単に言いますが、えー、大事件です、えー、この大事件がいかにして行われたかとどう,どういう状況だったかということも、えー、しっかり説明したいというふうに思いますはいそれでは文 一世紀の一番最初、第4代・イエツナの頃にあった明暦の大化を中心にちょっとお話をしていきたいと思います。まずまた年表ですけれども、この年表の中で今からお話しするのはこの4代の中、その中でもイエツナこれらについて語ります。第4代・ツナ公ですね。第4代・ツナ公、肖像画としてはこのように残っております。で、このイエツナ公の頃というのは、第4代・ツナの時代は、 林羅山まあ、これも教科書でよく出てくる人ですが林修羅山を中心に朱子学が非常に盛り上がりました、まあ、これはもともと家康公も朱子学を非常に推したんですけれどもあの林羅山という人が大きくそれを進めていきました、まあ、そういった時代です、まあ、まさに学問の時代だというためにまあちょっとここをあえて取り上げたんですけれども本当に学問を重くやっていきましたで、 この頃に起こった江戸での明暦の大火、えー、通称は古い袖火事とも言いますのでむしろこちらの名前でご存知の方もいるかもしれませんけれども、えー、この明暦、えー、の大火は後の世まで見ても空襲や大震災を除けば日本最大と言われます、えー、これはですねまさに江戸,の江戸で、えー、起こった非常に大きな大火でした 調べてみられるとすぐ分かると思いますが何万人も死んでしまいましてかなりの痛手を負っていますで関東大震災とか空襲を除いた場合には今の時代でも最も大きい火事だったと世界的に見ても大きかったというふうに言われていますでこの時にですね江戸城、まあ、今、まあ、江戸城ですね今でいう皇居になりますがそちらの天守閣も焼けてしまいました それほどの火事でした、なかなかの国難だと言ってよかったと思います。で、その時にですね、えー、江戸城の天守閣が焼けても、その再建をせずに、経済の復興を優先したのが星名正幸という人でした。えー、前回にちょっとお話したと思うんですが、これは実は3代将軍家光の、えー、異母兄弟です。隠し子でした。えー、秀忠の隠し子なんですけれども。 この人ですねこのような人なんですが非常に凛とした方で、えーまあ、最終的には会津藩に会津、えー、の始祖となるんですが、あのー、ものすごくしっかり自分を持った人でした、えー、この人は、えー、この時に幕閣として、えー家,綱をえー、家光の息子である家綱を助けるということで家光に頼まれて、えー、しっかりそれを補佐した役としてやってたんですけれども。 えー、この時の明暦、えー、の大火の時にですねわ腕をふくるったのは星名正行でした。であの天守閣が焼けるというのは、当時で言えば本当に大きなことです。えーまま、先に本来だったら直さないといけないですし、威信を誇る、えー、城の一番上がなくなるので、えー、これは象徴的なものですしかし結局直っていないです。えー、今に至っても直していないです。が えー、そんなことをやる前に民が、えー、民を潤わせることが先だということで、あの天守閣のことだけではないんですが、えー、江戸の方にですね大名たちを来させなかったと、来ると邪魔だから来るなと言ったとか、星田正明はもう本当に今の政治家が見習ってほしいようなことをどんどんやっています。その中のもう一つ大きなことを言ったセリフをですねぜひここで取り上げておきたいんですが、こちらですね。 えー、こんな時にお金使う、ど,どこにあるんだと言った時にですね、何を言っとんだと、幕府の貯蓄はこういう時にこそ使うものだと言って、もう一気に一括したそうです。えー、本当に、あのー、東日本大震災で増税しようとしてるようなですね、増税したような、えー、政権や、えー、官僚たちに、本当にこの人の考え方を覚えてほしいところだと思うんですけれども、えー、この頃、えー、この頃の政治家と言っていいのか、えー、武士と言っていいのか分からんですが、 そういう人がこのような発言をして江戸を救ったということしっかり我々も知っておいていいんじゃないかなというふうに思います星田正幸、えー、非常に大きな功績を残したと僕は思っていますし、えー、なこういう時代があったんだということを知ることは日本人として大事だなというふうに思いますはい次に第五代綱吉はやり手だったということでお話をしたいと思います えー、この図ですね相、はい、変わらずこの図で、えー、今この4人を取り上げるんですが次はですね家綱ではなくてこちらの綱吉とこちらですねこちらの綱吉を取り上げます肖像画はこのようになっておりますまあお犬様ということであの生類あわれのみの例が非常に印象強いんでしょうが、まあ、あえてここでは生類あわれのみの例を取り上げませんので、えー、綱吉公のやった、えー、功績というかこの頃の政治についてちょっとお話したいと思います。 えー、この頃ですね第五代綱吉の時代、えー、堀田正義を中心にしてこの儒教の考え方が広まりましたあもちろんあの朱子学も広まっているんですけれどもこういった儒教であったり朱子学であったり大陸の勉強を、えー、より深くしていこうとより日本的に考えていくんですが、えー、そういった時代でした、えー、そのように学問を進めている時代ということですね で将軍綱吉も非常に儒教的精神を大切にした人でしたこの人はもともと将軍になるというふうに思ってなくてですね家光の中でも確か 4, 4男だったかなとちょっと忘れましたが結構後ろの方でしたですので上の兄弟には従うようにということで家光に非常に教育されたというふうに言われております実際そういった儒教的考え方というのは非常に綱吉綱吉公も持っていられてそういった学問という意味では あの非常に勉強好きですししっかり体得しようとした人であったというふうに言われてます。でそういう意味でも長軍綱吉が儒、えー、教的精神を大切にしたということ自体は、えー、しっかり知っておくべきことかなと思います。 で、この頃の言語が天名と言います。これはいい言語だなというふうに思うんですが、天名にならい、これを天名の地と言われます。まあこれも社会の教科書で出てくる場合があるかもしれませんけれども、天名の地というのは、これは、えー、この頃の言語の天名を取ったということですので、ね、天名の地というふうに言われております。で、ここがですね、ちょっと悪名高きと言ってもいいのかもしれませんが、蕎麦用人という制度を、えー、この頃作られました。 えーまあ、要するに、えー、側近を大事にして、側近政治と言っていいのかもしれません。えー、特にこの頃柳沢義康という人がです、ね、非常に権力を持って、えー、政治を支配しました。えー、ただですね、こういうと非常になんか悪いことのように聞こえるんですが、やはり老中というのは、えー、家でずっと続いてきている人たちです。だから血筋ですので、えーまあ、血筋が悪いとは言いませんけれども、どうしても、えー、保守的になるというか、 えー、古い考えになっていくという中にこの蕎麦用人を入れたというのは実は徳川幕府にとってはあのこの後続く上でも非常に大きなポイントだったんじゃないかなというふうに思います。あのやはり老中だけではですねなかなかいい発想新しい発想に対して難しいものがあるし、まあ、将軍がそんなことをパッと思いつくものも難しいですからこの、まあ、もちろん蕎麦用人次第なんですけれども後々の世を見ると なかなかいい相場用人ばかりだったので、えー、実際この制度というのは、えー、身分制度、えー、この、えー、血筋による身分制度以外にですねこうやってポンと、えー、違う形で出世できるんだよという、えー、なかなか、えー、合理的な制度,だったに制度になったんではないかなというふうに思います、まあ、結果論ではありますけれどもねでこの頃ろ綱吉の時代には画期的な経済政策も行われました。 まあここでは細かく言いませんけれども、あのーまあ、要するに、一つは、えー、金融緩和という言い方をするとちょっと難しいかもしれませんが、今の時代でいう金融緩和をしました、えー、小判をの価値を変えるという非常に難しいことをやっておきました、えー、徳川家康公から続いていることを変えるというのは非常に勇気がいるんですけれども、えー、それをやって、 やったというののも実はこの柳さんす、まあ、彼本人というよりも彼が重用したです、ね、あの人、えー、私が非常に尊敬している人の一人ですが沖原重秀という経済の天才なんですけれどもその経済の天才の言うことをちゃんと聞き入れて好景気を作ったということですね。あのなんとなく元禄文化ができたのではなくてですねやはりこの,あの上手な経済運営があって。 えー、そうした安定した経済運営の中で、えー、元禄文化というのが、えー、花開いたと言っていいと思います、えー、ですのでこの頃であってもですねやはり経済を上手にす回すということは非常に重要ですし、えー、それをうまくやった、えー、のが、えー、柳茶吉康でありそれを使った徳川綱吉と言っていいのではないかなというふうに思いますはい 続いて、続かなかった家宣、家継ということで話を進めていきます。まず、こちらの系統図ですね。で今、話しているのはこの4代の頃の時代ということで、ここでお話しするのはその中でも家宣、家継ということになります。はい、家宣はこの人ですね。で、この家宣の,の時代というのを見ていきたいんですが、第6代将軍の家宣、第7代将軍の家継,家継は共に短命でした。 えー、短命といってもですね、まあ、5, あの5年3年なんですけどあの人生そのものという意味では家の部の方はもともと高齢でしたので、まあ、あの40いくつでなってますのであの、まあまあ、命自体は短命ではないんですが、まあ、家継ぐの方は、まあ、か非常にあ悲しい、えー、10, にも10代十歳にもならないうちに亡くなってしまってますけどもあのどちらにしてもこの非常に短命でした制限として短命というのは非常に厄介というか大変な時代だったというふうに言えると思います。 で家信自体ももともとは甲府にいました、えー、山梨の甲府ですね、えー、山梨の甲府にいたんですけれども、あのーまあ、綱吉に子供がいなかったと、まあ、元もその前の家綱に子供がいなかったから綱吉になり綱吉に子供がいなかったから綱吉のお兄さん、えー、早くに亡くなっているんですが、えー、家お兄さんの息子である家信に、えー、白羽の矢が立ったというのが第6代将軍家信ということになります。 えー、そういう意味では、えー、家の部自体もですね、あのー、予期せずしてなったという言い方もできるのかもしれません。ですので、まあ、そういう意味でもこの人も苦労人です、ね。甲州、えー、山梨から、えー、いろんな家臣も連れて土壌に入りました。えー、そういう意味で6、えー、代将軍という時代の就任もなかなか波乱の盤上のスタートだったと言っていいと思います。 でこの家宣なんですが、えー、なかなか上手に政治を行ったというところも見えます。えー、何かというと、家の部は上手に政治を行い、癖のある荒い白石を上手に使っていたと。まあ、この頃荒い白石というのが非常に力を持っているんですが、まあ、それをうまく使ったのは家の部でした。 まあ、本当はもう一人真鍋昭一というのがいるんですが真鍋明久がいますけれども、えー、この3人でうまく回してたと言っていいんでしょうけれどもあの、まあ、どちらにしてもこの癖のある石をですを、ね、家の向こうというのは非常に上手にやってたというふうで荒る白石もあの家の向こうをすごい信頼していたということが、えー、あったというふうに言われています。 あれこの人ですね。まあ、この人は本当に学者肌で、えー、一時代を築いた人です、えー、ものすごいしっかりした人ですし、えー、歴史においてはこの人がいたから今の日本があると言ってもいいようなあの功績も残しておりますのであのしっかりした人なんですけれども、えー、いかんせん、えー、ちょっと人とのあ力はかなりあったようだということは言われてます。 ここにも書きましたが単なる時効時効というのはカテキューですね単なる時効であり学者であった新井白石が牽制を振るったのがこの時期です まあただ荒い布石はあの変に金,金を貯め込むだとかそんなことを考えるような人ではなかったので、まあ、そういう意味ではいい政治と言われればいい政治なのかもしれませんが、えー、やはり政治というのはですねなかなかバランスが大事ですので、まあ、そのあたりが家の不幸がうまくやっていたと押、まあ、し村区は家の不幸が、えー、結構早くに亡くなってしまったというところだったのかなというふうには思います。 まあそういう意味ではあの新しい地、えー、綱吉という将軍が亡くなって、えー、甲府から入った地で、えー、いい政治を行おうという、えー、時代ではあったんですがなかなか、えー、家宣公の死によってですねうま、えー、く続かなかったといっていい時代かなと思います。 でこの頃の言語の聖徳を持って、えー、聖徳の地と言われますまあそういう理由,由来もですねこのような背景を知っていただければ頭に入りやすいのかなと思います聖徳の地あ今考えるとですねなるほど上手に名前ついてるなというふうに思いますでこの頃の話としてもう一つしっかり伝えておくべきことが、えー、その後の第7代将軍、えー、家継ぐの時は非常にためでした 確か5歳で就任して8歳で亡くなったというふうだったと思うんですけれどもこの時ですね周りというかまあこの将軍家将軍になる人に関しては非常に死がいろんなところで死人が出ていますでそのあたりなんだこれと思ってですね私もちょっとまとめてみたのがこちらの図になりますちょっと見にくいかもしれませんけれどもこちらがまあ要するにいつもの系統図にちょっと付け加えたものです こちらが将軍家ですねでこ,この話には御三家も絡んできますので御三家も右側にちゃんと載せておきましたで先ほどから説明している通りまず綱吉5代将軍綱吉が亡くなりその後に5年後ですかねあ3年後ですね家宣が51歳で亡くなりますでその後就任した家継もわずか3年後に亡くなってしまうというふうになっていますで将軍家としてこういう状況なんですが 一方でですね、まあ、結果論として吉宗が入ってくるんですけどもこの吉宗という人の周りをちょっと見てみるとですねそれは吉宗はキーの終わり家キーの人ですのでこの頃この黒く丸い四角のツがついているのが亡くなった人なんですが1705年、まあえて西暦で書いてあるんですけれどもわかりやすいかと思って西暦で見たいところなんですが1705年に立て続けに亡くなっています。 えー、そもそもですね吉宗という人はもともとは四男です四、ね、男か三男という説もあるんですがどちらにしてもお兄さんがたくさんいてですねあの紀伊の徳川家の藩主にすらなる人ではなかったと言っていいと思いますところが、えー、それがですね父が亡くなった後にあっという間にバタバタと、えー、亡くなっていっていますあのそ,その結果吉宗は藩主になりました で、その頃はまだ綱吉は生きていましたので、えそで、もう藩主になった後綱吉との交流がなるんですが、まあ、だから吉宗の良しというのは実は綱吉の良しを取ってます。それぐらい吉宗は綱吉を慕っていました。綱吉というのは先ほども話した通り、儒教的な考えを非常に持っていて学問を大事にする人でしたので、吉宗もそういうところは馬があったんだと思います。も,もちろん大先輩なんですけれども、あの、吉、綱吉の良しを取って吉宗と名乗り、 えー、綱吉のような政治をしたいというふうに思っていたというふうに言われております。で、その綱吉が亡くなったら、次と次があっという間になくなり、えー、そしてもう一つあるのが、えー、ここで一番右側の方にあるんですけど、これは尾張家です、えー。御三家というと、尾、え、張、ー、水戸、木と,というふうになるんですが、えー、御三家の中でも実は角がありまして、尾、え、張、ー、徳川家が一番角、えー、上になります。 御三家筆頭と言われたりするんですがその御三家筆頭の徳川家の当主ですねが吉道というふうになるんですがこの人はもうまだ25歳の時にこの頃亡くなっていますまあこの3年後に吉宗が江戸に入り将軍となるんですけれども えー、こ,のさこの亡くなり方も非常になんなんだとも,もちろんわざわざ名古屋まで行って殺したとは思えんですが、えー、一体これはなんなんだというのは、えー、この図を見てからもです、ね、何もなかったと思うのもちょっと厳しいのかなというふうに思います。というのもですね吉宗という人は、えー、今でいう CIA と言ったらいいんですかね秘密諜報機関みたいなものをお庭番衆というのを聞いたことあると思うんですけども。 あばれん坊将軍なんかで忍びのものみたいなのが出てくると思いますが、まあああいった存在ですね、お庭番宗というのを持って、かなり情報活動を強くやってました。まあもともと頭のいい人ですし、まあ、そういうことが重要だということをよく知っててやってました。で、また政治力もあります。え多くとも非常につながっていてですね、多くの人たちともあの上手に政治をやるためにも、まあ、そこをうまくやるために、えー、コネクションを持ってました。 どうなると、えー、家継ぐの死もなというふうにちょっと思ったりはするんですが、まあ、それはさすがにないにしてもですね、あのそれだけの政治力と諜報能力を持っていた人ですので、えー、一体何をしたのかということはちょっとわからんなというふうに思うし、えー、まあ、歴史小説だったら名探であったりですね、名探でこんな風うに言えばですね、これ見て一番得した人誰ですかと。 いうことははっきりしているなというふうにはやっぱり言わざるを得んかなというふうに思います、まあ、そういう意味で、あのー、このような、えー、死,を死の流れですねこういうこともあって、えー、吉宗という人が、えー、ちょうど徳川十五代のど真ん中で、えー、木から来たというこれは本当にすごいことでした 江戸にとっては、えー、びっくりです。木、え、々、ー、の田舎って一体どこなのぐらいの勢いでですね、そこから吉宗が入ったということ。吉宗1人で来るわけではないですから、家臣も連れてくるんですからあの、非常に大きなインパクトがあったと思います。そして吉宗が次回にご説明するように、えー、非常にい良い政治を行ったというのは、まあ、一つのきっかけではあるんですけど、ただ、その頃にはこういうこともあったということは、 知ってておいていいのかなとこういう歴史的なあの事実ですので、まあ、結あの真相はいつまでたっても出ないと思うんですけれどもあのこのようなことがあったということは、えー、一つの歴史の事実としてぜひ知っておいておいてもらいたいというふうに思いますそれでは本日のまとめに入ります、えー、まず この年表ですね、えー、こちら見ていただいてこの15人の黄色の道のうち今日お話したのはこの4人、えー、家綱綱吉家宣家綱ですね、えー、こちらの4人ですね、えー、ちょっとマイナーではありますが、えー、エピソードを一つ一つ、えー、頭に入れるとなんとなく、えー、イメージがつくかなというふうに思いますはいまず1番「文、え、知、ー、政治」と呼ばれる時代は将軍よりも、えー、蕎麦用人を中心とした幕閣が政治を引っ張ったと 言っていいいと思います、えー、最初の家綱なんかもそうなんですがこの頃は蕎麦用人ではないんですけども、えー、星名正行、えー、この人が一つの核としてですねあの大きく政治を引っ張りました、えー、ちょっと将軍が影が薄かった時と言ってもいいのかなと思います、まあ、綱吉はちょっと別ですけれどもあのそう言っていいのかなという,う思います、えー、そしてこちらは非常に特筆すべきところですね特に学問文化の発展が著しい時代でした、えー、武士の世がなくなったと武士の世ではなくなった その時に学問文化の発展がどんどん進んだ時代だと。というと逆に言うとですねなかなか武士の苦しさを、えー、味わう思う思いますしまた今の時代にもあのこんなことあるなというふうに見ながらあ見れる内容かなと思います。あの本当に武士というのが模索した時代だったというふうに言っていいと思います。 で第5代綱吉こちらはですね、まあ、あえて書いておいたんですがどうしてもあのお犬様のイメージ強いんですけれども改革もしっかり行っていましたこの頃の改革というのはやはり大きかったです、えー、綱吉の時代の好景気綱吉の時代にしっかり時代が作られたということもしっかり知っておきたいというところです4番目第6代家宣これは荒井白石と言っていいと思います荒井白石の時代と言っていいでしょう荒井白石を上手に盛り立てました 第7代家継は幼くして亡くなりましたがその頃の将軍家は死亡が相次いでいましたよというのが先ほどお見せした図の通りですあの辺りはぜひですね事実としてよく見ておくと歴史の裏というか推測でしかないんですが面白いところだというふうに思いますそして最後に、まあ、この次の回になるんですが紀伊藩から吉宗公が江戸に迎えられることになったと いう,ふうにこれもあえてここで書いておきますが、えー、江戸にですね、もはるか遠い紀伊半島から、和歌山から、えー、将軍を迎え入れるというのは、江戸にとってはもう大事件でした、えー、その後考えても、ですねこれほどのことはなかったです、えー、それぐらい大きなことだったし、えー、結果的にですが、それが15代の真ん中の8代目の吉宗になったというのをまた偶然としては面白いことかなというふうに思います。 えまさに一つの大きな転換期を迎えるというのが八代将軍吉宗、えー、それが迎えられる時というのはあれだけのことが起こった時ですよということをぜひ知っておくと江戸時代というものの区切りというものが見えてくるのではないかというふうに思いますそれでは本日はここまでですいかがだったでしょうか次回は徳川十五代将軍が江戸時代を見るの第5回です 次回は中高の祖と言われる吉宗高の時代を見ていきますまたその後に力を持った田沼沖津の功績も見ていきたいというふうに思います番組を見ていいと思った方はぜひ番組登録といいねボタンをお願いします学ぶことは楽しいですこのチャンネルは楽しみながら勉強する手助けになれればと思って配信しておりますぜひ次回もお付き合いくださいワンポイント私塾の鉄でした